どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもこのちっちゃいウクレレでモリモリ音楽楽しめちゃうよということで、日々簡単レッスン公開しております。今日もやっていくぜ。はい、本日は G ラボの、ガズモデルウクレレ10周年記念モデルを使います。はい、そしてシンプル簡単バージョンでは初めてウクレレ使っていくんですけど、この今 G ラボガズレレのウクレレたち大好評販売と予約を受付中です。ガズレレ公式ホームページ見てちょっとご覧になってください。いろんなラインナップありますよ。これも最強ですからね。はい、概要欄チェックしてください。さあ、本日のレッスン入っていきましょう。今日のレッスンはファンキーでソウルフルでおしゃれでスタイリッシュかっちょいいです。この曲メルトビター、佐藤モカさんの、なんとも言えないですね、このヴィンテージ感と最新の感じがこうまさにこうクロスオーバーしてる、すごいご機嫌な曲だけれども難しいです。歌はもうね、ラップでもソウルっていうかね、なんつーのファンキーで、まあとにかくグルービーなんです。なんだけどこういう曲でちょっとそういうなんかノリのね、片鱗をこう掴み取るの持ってこいの曲ですが、これきっちりね、自分の中を落とし込んでやっていたらかなりね楽しいことになりますよ。最初はちょっと難しいかもだけど、できてくるようになると面白くなってきます。いつものように2バージョンでいきます。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にいけるようにしている超シンプル簡単バージョン、ゆっくりめでやりますが、コードは簡単で歌はねやっぱりね、もう聞いて聞きまくるしかないです。後半はかっこいいバージョン、このかっこいいバージョンはそこのところに来てリズムが加わってきますからね、これはかっこいいですよ。2バージョンぜひとも最後までご覧になってください。さあ皆さん、音楽を始めましょう。音楽って聞くのも最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルでは、私音楽きっと無理、私不器用だからね無理だと思いますみたいな方もですね、あっという間にすぐにできるようになります。やってみたいなと思った方、概要欄に、ガズレレで始めるウクレレのスタートできるね URL 貼っとくんで、動画を見ながらどんどん練習していきましょう。そしてこのガズレレ YouTube チャンネルは、今まで取り上げてきたレッスン課題曲2000曲ぐらいあるんです。どうせ練習するなら皆さん好きな曲がいいと思います。ですから皆さんのやってみたい曲、大好きな曲、スペースガズレレというような感じで、ガズレレの YouTube で検索してもらう、 YouTube の検索窓に入れてもらうのがいいと思います。ぜひ探していろいろな曲で練習していきましょう。さあ、それでは本日のレッスン入っていきましょう。佐藤モカさんの Melt Bitter、 ガズレレ式シンプル簡単バージョンの方からゆっくりとやってみる。 1,2,3。ね、二人とも分かってたの、なんと心からめて日々にほっとけていた赤色の糸、愛してる愛してるなんて言葉だけじゃやっぱダメみたいだ。運命だと信じてたい未来、ウォーウォー、私の言った気持ちを二人のものだと勘違いしていた。抱きしめなきゃ何もわかんないのに、愛してる愛してるなんて文字の無駄は同じだね。愛に受けば未来は変わったから、
せーの。佐藤萌歌さんのメルトビタ。おしゃれでかっこよくてスタイリッシュで、そしてやっぱこうソウルフルでファンキー。もうね、かっこいいんだけどね、見たらわかる。もう歌詞がもう超やばいです。めちゃめちゃいっぱい入ってますけど、ほぼラップですから。しかもそこにメロディーもあったりして、おしゃれでかっこいいんだけど難しくて、でもぜひやっていただきたいな。はい。今の演奏を聴いていただいて分かったと思うんですけど、1番までです。1番まででもかなりボリュームありますから、まずここからやっていきましょう。で、基本的にはこのコード進行で繰り返していくんで、フルコーラスでやりたい方、まずこれ練習して、慣れてきたら、ご自身で楽譜書き出してフルコーラスチャレンジもいいと思うんですけど、まずはこのガズレレバージョンでやってみてください。ガズレレの動画には歌詞とコード出てますから、まずそれに合わせて、ゆっくり練習してもらって、1個目のゴール設定としては、簡単バージョンのガズさんと一緒に合わせて演奏できたらすごいと思いますよ。この曲一緒に演奏できたらマジすごいですから。ラップのとことかもうリズムがもうすごいことになってますからね。はい、まずそこを目標にやっていただいて、できるようになった方、おめでとうございます。次のステップどんどん行きましょう。できるようになったら、次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを丸暗記するのは、この曲に関しては特に難しいでしょうからね。まずは楽譜練習がいいと思います。楽譜を見ながら何回も何回も練習していって、いずれはね、自分の中に落とし込んじゃって、大空に向かって何も見ずに歌えるようになる。これが素晴らしいと思うんですけど、まず楽譜練習。でも楽譜ってどこにあるのという感じだと思うんですけど、安心してください。今の演奏はガズが手書きで書いてるノート、このノートを見ながらやっていきました。見てください、この言葉の詰まりを。もうなんか爪楊枝で書いたような字のちっちゃさですけれどもですね、これが入っておるわけです。皆さん、これをね、もうちょっとしたら画面に映して、みんなもこんな風に書いたらいいじゃんってことをシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円の、クラブ活動費を頂戴しまして、ガズが今までね、手書きで書きまくってきたね、膨大な楽譜のストックがあるんです。今日のメルトビターもそこに入ってますけど、山のような楽譜、手書き楽譜集の中から毎月5曲お選びいただいて、この曲いいな、この曲やってみたいみたいな感じで選んでいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてダウンロードして、すぐに練習入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてですね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもですね、いろんなコンテンツがあります。毎月2回、全世界中のこのガズクラブメンバーが集まって、ワイワイセッション、課題曲を決めて、もうめっちゃ盛り上がります。大セッション大会、ガズオンを開催しております。毎月2回ですよ。はい。それにね、ガズクラブメンバーの方だけが使えるアプリがあったりとかしてですね、みんなの演奏動画アップロードできる非公開のページがあったりとか、なかなか盛り上がってます。メンバーのコラムも、スタッフ、ガズレレ G ラボスタッフのコラムなんかも楽しめるんで、そんなものも盛りだくさんです。それちょっとね、このガズクラブとはまた違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こっちは大学ですからお勉強ですよ。毎週2回によるライブ配信。これは YouTube メンバーシッププログラムというのを利用してまして、YouTube はパソコンで見る人、ここに、下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、それから入れます。こっちは毎月590円で、毎週2回45分のライブ配信。テーマを決めて、ものすごくマニアックに、わかりやすくチャットでもやり取りしながら濃厚にやってます。ぜひこれチェックしてみてください。概要欄に貼っておきますよ。そしてあと、毎朝7時半からガズラジやってます。スタンド FM というアプリでもやってるんですけれども、最近ではですね、ガズラジ YouTube という YouTube チャンネルも立ち上げましてですね、まあ同時公開してるということで、毎朝7時半から365にとってもいい話をしてますんで、ぜひ聞いてください。無料で聞けるラジオアプリになってます。今ご紹介したこの3つのコンテンツ、概要欄に URL など貼ってますんで、ぜひ見てみてください。それじゃあ、楽譜を見ていきましょう。メルトビター。佐藤萌歌さん、1番のみですけど、このボリュームです。はい、見ていきましょう。これいきなり歌から入るんですけど、伸ばすって書いてありますね。で、ここ下にくるっと書いてあるコード。これは、かっこいいバージョンではこの下のコードを使いますよということになってます。こことかもね、ワンブロック4つ入ったりして。なんで、かっこいいバージョンはかなりね、ハイレベルになってるんですけど、まあそもそもそのハイレベルもですけど、歌のね、このラップのところをね、まず聞きまくって、もタイミングも測ってやってみるのがいいと思います。お時間ある方はこうやって写すところで書いて、書き出していってください。で、今紹介させてもらったガズクラブで、この手書きノート、ガズの手書きノートをダウンロードしてもらって活用していただくのも、今日はめちゃくちゃいいですよ。ガズレレのノートの特徴は、この上にね、歌詞の上に点がついてるんですよ。これでリズムがわかるようになっているんですよ。ちょっとここやってみると、最初、ワン、ツー、スリー、フォー、でやると。ちょっと待って。ワン、ツー、スリー。ね、二人とも分かってるの。なんだ、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 なんだ。こんな風にこの点でですね、リズムが分かると。あと歌詞カードにはないこの伸ばすところ。こういう早口のところでも伸ばすところを入れてますんでね。この辺が参考になるかと思います。今日は、
ガズクラブでこの楽譜をゲットしてもらうのは、まあ、なかなかこれは有効だと思います。ぜひぜひあのガズクラブもご活用してください。お時間ある方はちょっとこれを見てそのまま写してもらうのがいいと思います。でここの感想なんですけど、ちょっと場所の節約のためにワンブロックがこうちっちゃくなってます。ワンブロックここにワンブロックを追加、要はここにもう一個本当はついてるんですけど書ききれなくなっちゃったので、ここに行って、でここですね、ここ感想のとこです。ワンブロックはちっちゃくなってるんでご注意。そしてあとここコード変わってたりシンコペーションマーク、これかっこいいバージョンではこの下の段のやつをやっていきますと。でこの感想を入れて、さよならあーって歌いながらね、でここからあの A メロというか歌が始まっていくんですけど、ここももうほぼラップですから、はい、今こうやって映しておくので一時停止かける人が書いちゃってください。コードも変わってますからね、リズムがすごいですから。はい、そしてここ、サビ 1というかね、1回目に出てくるメインのサビですね。でここまでやって、この歌詞がやっぱりすごいんだよな、強烈ですね。もうでここ最後オリジナルのエンディングです。感想のところをこうちょっと倍にしたという感じ で、で F であえて終わってみましたみたいな感じでございます。いやなかなか今日はすごい曲ですよ。出てくるコード見ていきましょう。赤く囲ってるのはかっこいいバージョンで出てくるコードなので、ひとまず隠しておきます。今映ってる、これはだからいくつだろう、7、8、9個のコード言っていきます。 C、C7、Am、F、Dm、D7、G7、E7、Em7、今映ってる9個のコード、これはねたくさんあるように思うかもしれないんですけど、ガズレレでは安心の入門コードのグループこれです。ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、このちっちゃいクレレで音楽始めようと思っている方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コード、10個もあんのと思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たら入門コードなんで超簡単なんだけど、いっぺんにドンと10個覚えようと思ったら押さえる場所とコードの名前とかごちゃごちゃになりますね。そこで私が皆さんの頭にスースー覚えられちゃう、めちゃめちゃいい動画を撮ってます。概要欄に貼っとくんでガズレレ必須コード覚えてください。今日は10個のうちの8個出てくるわけですから、これを機に覚えていきましょうと。はい、さあそれではですね、かっこいいバージョンの解説に入っていく前に、この曲まずですねしっかり聴く、もうこれにつきます。もうねリズムがすごいんですよね。二人とも分かってたの、何度心から手も日に日にほどけていった、このタイミングを手拍子でまず歌えるのが大事ですね。あとカステレオのラジオで風に流れた君が、こんな感じでとにかくこうリズムに乗って言葉が乗せられるか、メロディー歌えるか、ここがね肝心ですから、これはね聞きまくるしかないですからね。はい、じっくりいきましょう。かっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンでは3つコードが追加です。まず1個目のコードは、C シャープ D ミニッシュというふうに読みます。これ C シャープ DIM でディミニッシュと言います。これはどういうふうに押さえるかというと、これね考え方によっちゃ簡単で、 Em7 という入門コードありますよね、これとこれ、これ1個ずらすだけです。ここです。要は C7 と A7 を一緒に押さえるってことですね。これがいい響きなんですよ。はい、これをねサビの中で出てきます。この響きはかっこいいですね。あ、お次のコードは Gm7、 これもねちょこちょこ出てきます。こことこことここを3つ押さえるんですよね。ガズはこうやって押さえてます。反らしてね、こうやって押さえる、こうやって押さえたりとかいろいろあるんですけど、この Gm7 ちょっとね押さえづらいという方多いんで、 Gm7 だけを徹底的に解説している動画撮っておきます。撮っておきますじゃない撮ってありますので、概要欄にね Gm7 押さえづらいという方、もう分かりやすい動画になってますので、それでチェックしておいてください。あともう一個 C オーギュメントという、ね、C AUG と書いてオーギュメント、 C を押さえといて1弦の3フレットと4弦の1フレットをこうやって押さえるんですね。 OK、これはねここだけで響きを聞くとちょっと言って思うけど、流れの中だとすごいかっこいいです。これはねワンブロックコード4つの時のね経過音として使われるんでね、ちょっとご注目ください。この3つのコードを使ってやっていきましょう。じゃあ弾き方です。今日はねなかなかリズムすごいですよ。はい、今日出てくるリズムはこれ、16ビートのチャとガズペジオとカッティングシンコペーション、このあたりでございます。なかなかこれ跳ねてるリズムなんでね、シャッフルですよ、もちろんリズムはチャック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 、この中で繰り広がれるロアちょっとこれご注目です。いや、今映ってるこのリズムの解説は概要欄にあるウクレレでできるリズムのいろいろという URL の先っちょにですね、それぞれの濃厚解説動画がもうアップロードされてますんで、やったことないなという方はそこから1から練習していきましょう。16ビートなんで8ビートができないともそもそもできませんからね。16ビートのリズムです。じゃあちょっとどんなリズムかっていうのをちょっと、やってみると、じゃあ C でいってみようか。1、2、3、4、C だとあまりこの曲っぽくないね。じゃあ、A メロのとこ行くわ。カステレオの1、2、3、4、カステレオのラジオで冬に流れた君が初めてうっとんすくなかつたったすがてたけどんだけたけどんだけたけどん、こんな感じです。
間奏のところ行くとシンコペーション出てきます。シンコペーション、この矢印のマークは、リズムがズコンと前に食い込んでくるっていうやつですからね。ワン、ツー、スリー、フォー。すごいファンキーでしょ？ドン、キッド、パキッ、タチッ、ボッ、パキッ、ボッ。リズムがシャッフルのリズムで、タッカタッカ、タッカタッカなんです。普通のリズムは、ワン、ツー、スリー、フォー。シャッフルのリズムっていうのは、跳ねてるんです。これがキーポイント。で、このリズムに関して16ビートだとね、かなり難易度は高いんですけど、この動画がめちゃくちゃ参考になります。16ビートの、ファンキーな16ビート、カッティングと、なんか混ざった感じの、カッティングと混ざってるんですよ。ね、音がちょっと止まってるでしょ。左手ムニムニムニ、これカッティングって言うんですけど、このミックスしたリズムっていうのはなかなか憧れのリズムで難しいんですけど、はい、さっきのこの動画でね、徹底解説してます。これもね、さっきのウクレレリズムのいろいろの URL 中に入ってますんで、ぜひご覧になってみてくださいと。このリズムがキープされるんですよね。ちょっとじゃあ順番で、最初やっていきましょう。最初の歌い出しはサビみたいなところ入るんですけど、最初伸ばすんですが、コード1ブロック4つになったりしますからね、コードも変わっていきます。そして途中ね、後半、ガズペジオが入ってくるんですよ。この辺のとこがかっこいいですね。まずちょっと、そうだな、やってみますか。伸ばすでね。ね、二人とも分かってたの、何度心絡めても。この C シャープ、ディミニッシュ、かっこいいでしょ。何度心絡めても、日に日に、ほどけていった。ここ、ワブロック4つ。海洋の糸、A マイナー、C、オーギュメント、D、7で伸ばす。みたいな感じですかね。なんでここゆっくりなんだけど、テンポはゆっくりだけど、もう歌のね、もう畳みかけてくるようなラップがですね、たまらないことになっちゃうんで、これもうなかなかですよ。脳みその CPU がもうね、なかなかもうね、フル回転になると思いますね。楽しんでやってください。で、後半ではね、愛してる、愛してるなんて言葉だけじゃやっぱダメみたいだ。運命だ。こっからガズメじゃん。出たきこのガズペジオな、なんかこうかっこいいんですよね。一瞬ですけど。で、感想はさっきやったところで、シンコペーションマーク、リズムがズコンと食い込んでくる。ヒーピーヨーワーダタタ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 タ G マイナーセブンイテーノンタカシシンコペーション。次はシンコペーション入んないんですよ。ほら、シンコペーションが入ったり入んなかったりするのがめっちゃ難しいんで。まあ、ここ、もし余裕出てきたらシンコペーションあるなしも要注目で見といてください。これ感想とエンディングでこの感じが入ってきますということですね。あとは A メロっていうか、カーステレオのラジール。この辺はね、もう淡々と16ビートの茶のファンキーなカッティング入りのやつですね。カーステレオの道をね、こう見ながらだけ目が初めて。トンツ、タカツタスタ、タカチクトン、タカタカ。このリズムキープ。跳ねたんですよ。キレッキレで行きたいところです。で、このバースが終わってサビに戻る一番最後のところで唯一の決め入ってきます。その瞬間が本当の終わり。ここ、ダッ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 。これもバッチバチのカッティングですよ、左手。これ止めてるんですよ、左手で。ここでダッダッダッって感じ。テロップにも書いてますけどね。せーの。その瞬間が本当の終わり、私の痛い気持ちを。最後もサビも16ビートのチャでファンキーに、ワンブロック2個ずつ入ってくるところですけど、行こうと思いますと。あとは、感想みたいなところを最後エンディングにつけたということで、まあ、解説というとこの結構シンプルなんですけど、唯一ある決めはですね、ダッ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 とこと、ガズペジオがちょっと出てくるぐらいのところでシンプルなんだけど、その中でこのラップがもう踊る踊る、踊る踊るなんですよ、言葉が。ここはぜひちょっと皆さん、なんとかこのグルーブをでしたいですから、こういうのができるようになるとかなりですね、幅が広がると思うので、音楽の引き出しのスペースがこう、スペースっていうか引き出しが増える。これはね、時間かけてもですね、このなんとなくふんわりしたグルーブ、ぜひぜひ掴み取っていただきたいなと。そしてやっぱりね、この曲のね、持つこの歌詞の世界観とか、なんとなくこう、まあ、気だるさみたいなところとか、ライブの映像も YouTube で上がってますからね、そういうのも見ながらそのムードを高めて、やっぱ音楽感情表現ですからね、そっちの方のバランスとこの腕とか、技とかテクニックとかグルーブっていうのもありつつ、歌の中身の感情、これをミクスチャーさせる。これが大事だと思います。さあ、やっていきましょう。これじっくり取り組むべき曲ですから皆さん。大丈夫です。ゆっくり、じっくりいけばできるようになります。佐藤萌歌さんのメルトビターガズレリルかっこいいバージョン、やってみる。1、2、3、4。
ね、二人とも分かってたの、何か心絡めていいに、ほっとけていた太陽の糸、愛してる愛してるなんて言葉だけじゃやっぱダメみたいだ。運命だと信じてたい未来。 Wow さよなら。ガスクレオの街を俺この世に流れて君が初めて教えてくれたあの曲、違う誰かの助手席で出たふりして涙ごまかすやろ、過去が今を見えなくさらう。でもいつかね、また知らない色に染まって誰か届けてゆくの、その瞬間がきっとどの終わり、私の痛い気持ちを二人のものだと勘違いしていた。抱きしめて何もわかんないのに、愛してる愛してるなんて文字の嘘は同じだね。愛に浮けば未来は変わったから、モカさんのメルトビターガズレレレかっこいいバージョンやってました。これはですね、かっちょいいんですよ。めっちゃこの16ビートのファンキーな16ビート切れ味にラップっぽいだけど切ないメロディーが乗っていて、歌詞もね胸キュンというんです。まあとんでもない、もう曲でございます。でもねやりがいはあるんだよね、めちゃくちゃハマります。ぜひ皆さんもじっくり取り組んでみてください。さあお知らせです。今を使っててこのねガズレレセンター10周年記念モデルを含む G ラボガズレレのウクレレたち、ただまあ大好評、販売予約受付中。ガズレレ公式ホームページでぜひともチェックしてください。最高最強のウクレレたちとなってます。2023年ガズレレ生誕10周年ということで、東京名古屋大阪でイベント開催したんですけど、もうソールドアウトになってくれてありがとうございます。追加公演決定です。5月の14日日曜日吉祥寺 GB で夕方の部、これが予約スタートになりました。ぜひ皆さん買い逃した方、どうしようかなって迷っているうちにソールドになっちゃった方、概要欄に貼っておくんでぜひ、予約してください。待ってます。そしてねガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルでどんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これガズピアノでね YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから、リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さんこれ覚えておいてください。検索して今楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、ガズレシピというアプリがあってですね、アプリスマホとかタブレット皆さん入れておいてください。入ってそこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますので、ぜひアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。 Amazon などで販売中。ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あといつもねガズが使ってる G ラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね、 T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページホームページに載ってますので、ね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じであっちからこっちからもうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではねバイバイ。